えー、中間発表は MVP、MIP、6マン。ということで MVP はジョエル・エンビードさんですね。平均29.6点。今、得点王にもなってますし、あとは何と言ってもね、シクサーズ今ないですかって話なんですよ。3位よ、3位。 あんなにシーズン中、ゴタゴタして、ねベン・シモンズが復帰するのかどうか、ナンバー2の男よ、ナンバー2の男が復帰するのかどうか分からない状況の中、まあ、たった一人の力とは言わないよ。マキシーの力もあるし、セスもトバヤ・サーリスも頑張ってくれたと思う。 ただ、やっぱりエースとして一番このチームを支えてるなっていう感じを受けるのは、やっぱり彼かなって思うわけですよね。まあ、もちろん、得点王に次いで2番目の得点力のある KD29.4 点。まあ、ほぼエンビートと一緒ですけど、ただ、今、ネッツ8位っていうのを考えると、まあ、あと、ヨキチとかもね、ヨキチも6位ですと考えると、やっぱ、スタッツ含めね、もちろんチームを支えてるエースって、ジミー・バトラーとかもね、チーム支えてると思うけど、 スタッツ含め全部の数字も文句なし。かつ、ちゃんとチームの順位も、ね、3位という順位にしてる。まあ、彼をちょっと僕は称えたい。もう一人いるのは、やっぱデローザン。迷った。正直、すげえ迷った。 デローザンかジョエル・エンビードって感じ。どっちも MVP にもう全然ふさわしいと思うんだけど、うん。まあ、個人的にはやっぱあの、2年連続俺 MVP 予想が、あの、ニコラスとしてる答えは1年後で言ってる MVP 予想が2年連続俺エンビードだから、ちょっとそこの個人的な気持ちも入ってしまってるかもしれんけど、ただやっぱデローザンはな、 やっぱ、ラビーンとか、ロンゾとか、カルーソ、ブーチビッチのあのメンツの力も、いや、まあ今いないよ。今、ロンゾもカルーソもいないから、まああれなんだけど、ただやっぱずーっといないからさ、ベンシモンズずーっといない状況で3位までって考えるとやっぱエンビドかなってちょっと思っちゃうんですよね。まあ、ただ、この後半戦含めての MVP なんでね、最終的には。全然デローザンが MVP になる可能性も、まあまあ全然、本当に全然ある。 全然ありますね。そして続いて MIP です。とも成長した選手発表したいと思います。サイモンズですね。これはみんな一緒なんじゃないこれは。これ100人いたら100人こう答えるんじゃない何が素晴らしいって。いや、もちろん数字もすごいよ。平均20点ぐらい取ってるし。ただ俺はね、そんなことよりも、あの、その前にね、MIP ね、もう一人いたいん。俺の中で。候補が。マイルズ・ブリッジス。マイルズ・ブリッジスも本当に、うわ成長したなっていう。 感じはあってまあ、スリーポイントパーセンテージがね、結構落ちちゃったから、そこはあれなんだけど、ただ得点力も、そのチームにおける重要度もすごい増してきたから、あの、トレードデッドライン前までは結構迷ったんだけど、俺が、よし、じゃあこれは絶対サイモンズだわって思って。 たのはこのトレードデッドラインで100人中100人がブレイザーズはまた再建モードに入る、再構築モードに入るって思ったのにもかかわらず、彼の力がすごすぎて、トレードデッドライン後に4連勝して、で、プレインの座をまだブレイザーズが保持してるっていう、これはもう文句なしで、俺の中ではサイモンズかな。 だから、素晴らしいの一言につきますね。誰がどう見ても、マカロミいなくなって、コビントンいなくなって、ねえ、いろんな選手いなくなった、ーノーマン・パウエルもいなくなったっていう中で、あまた再建ですか、タンクですか、はいはいって、もう誰しもが思った、この世界中、誰しもが思った中で、実はあのトレードは再建ではなかった可能性があるんね、今。もしかしたらブレイザーズは、もともと再構築なんて考えてなくて、いや、 ま確かに今年はね、今年は厳しいかもしれんけど、いや、普通にサイモンズとリラーズで、え、来年また全然プレイオフ行けるっしょっていう、なんでみんなそんなね、ブルーになってんのみたいな。いや、意味わかんないんですけど。あんたらうちのサイモン舐めすぎじゃないみたいな。っていう、そう。再建じゃないって言ってないっけ。え、だから最高じゃないだから再建と最高築俺の中でもとりあえず一緒にしてるんだけど。 だから再構築するにしてもさ、やっぱりまた新しく、ね、選手をトレードで獲得したりしなくちゃいけないわけじゃん。結構時間かかるなってみんなが思ってた中で、いやいやいや、むしろ補強だった可能性があるみたいな。なんなら、なんならトレードしたことによってサイモンズがさらにこう輝けるようになって、補強の可能性があるって、補強だとはみんな思ってないでしょだって、ブレイザーズのトレードは、どう考えても。でもその可能性をサイモンズ一人、あの彼の力一人、 で、こう、示しちゃってるっていう。それにすごい、俺は感銘を受けてますね。うん。あ、まあ、ガーランドね。あ、ガーランド、そうね。あ、ガ、そうね。まあ、でもちょっとサイモンズにさせてくれ。いや、ガーランドもそうだわ。いや、ブランソンは俺正直そんなんやな。インパクトはない。ブランソンに。いや、まあ、ガーランドかサイモンズかな。そうやな。ガーランド忘れてた。ちょっとすごすぎて、去年もあんぐらいすごいものだと思ってたわ。そういえば。 そう、っていうね。僕の中ではとりあえずサイモンズ君にさせていただきたいなと思っております。で、そして、シックスマン。シックスマン、え、モラント MIP すっ飛ばした。モラントはなんか去年も普通にあんぐらいのインパクト、まあ、あんぐらいは言い過ぎか。でもなんかギャップで言うとさ、モラントめちゃめちゃすごかったから去年も。あのプレインとかウォリアーズ倒したのとかも相当すごかったから。だらなんか、俺が麻痺してる。じゃあモラントは去年もすごかったで止まってるから、記憶がね。 でもなんか麻痺してる。彼の凄さに。なんだ、MVP でもいいんじゃないって思うぐらい。やっぱり。今のモランとは。MIP っていうよりも、ね。ということで、え、シックスマンですが、いや、これもね、結構迷ったよね。結構いろんな、いい選手いた。いい選手いたんですが、まあちょっと無難に、タイラーヒーローですかね。シックスマン賞、タイラーヒーローとさせていただきたいなと思っております。ただ、ケビン・ラブも全然あると思う。 ケビンラブもあるね。あれなんよ。その、ヒーローとケビンラブで迷ったのが、ケビンラブってスタメンで出てんの何試合ぐらいあるんだろうちょっと調べていいケビンラブって何回スタメンで出たんだろうあやっぱ2回しかないよ、ケビンラブ。ケビンラブスタメンで出た回数が2回しかなくて、シックスマンって、まあ、本当はね、一度もスタメンで出てほしくない。なんかずるいじゃん。え、2回出とるやん、みたいなね。 って思うから、本当は一回も出てほしくないんだけど、多分ね、レギュラーシーズンの半分以下が、ベンチからの出場であれば、シックスマンとして見ることができるみたいな、賞を獲得する権利があるみたいな。ごめん、ちょっと俺ルール覚えてないんだけど、多分そんな感じだと思うよね。ってことは、半分いかないぐらいの試合数、スタメンで出てるやつの方が、やっぱね、有利な気がするよね。 スタメンで一度も試合に出たことありません。僕が正真正銘のシックスマンですってよりも、そういうやつよりも、ちょろっとスタメンで出てます、実はみたいな。でも、基本はシックスマンなんですよっていうやつの方がさ、やっぱりスタッツも伸びるじゃん。それはスタメンで出るってる時もあるんだから。それで考えると、ケビン・ラブって2回しかスタメンで出てないんだけど、タイラー・ヒーローは確か10回。 10回ぐらいは出てるよ、ね、そう、46試合中10回はスタメンで出てるから、だからやっぱ平均得点も20点、ケビン・ラバー14点だけど、タイラー・ヒーロー20点平均取ってるし、うん、まあどんぐらいまでだったら、シックスマン賞をもらえる権利があるかっていうところはちょっと俺は、あの、今適当に言ったからね、多分半分ぐらいなんじゃないのっていうので言ってるだけだから、あの、真に受けないんでほしいんだけど、うん、でも多分ヒーロー10試合出てても、多分6シックスマンとして見れるよね、これは。 多分シックスマン賞取る権利はあるはずなのよ。って考えるとやっぱヒーローの方がすごい有利なんじゃないかなって思いますけどね。ヒーローは得点だけ得点だけにしてもさ、バスケットで一番大事なのは得点だから。いいんじゃないですか得点だけでも。得点だけでも14点のラブと20点のヒーローだったら、その6点でね、勝敗がつく試合どんだけあんのって話なんですよ。NBA ってやっぱすごい接戦になりやすいから、平気で5点差の試合で終わる試合なんてもう山ほどあるでしょ だからこの6点の差で勝つ、勝ってるから、だから今、ヒート1位だと思うんだよね。だまあ得点だけだとは思わないけど、仮に得点だけだったとしても、まあ、その価値が一番大事なんだから、いいんじゃないかなと思いますけどね。お疲れ様です。じゃあねー。